特別に私自身の手で始末してあげましょう。どこで戦うんだろう。この力を使うのは久しぶりです。やはり来たか。お前誰だよ。ウスター。はぁ、初めて会うはずだが。そいつはウスタービネガーの右腕だ。ようこそドブネズミども、待っていたぞ。ずいぶんの挨拶じゃない。ちょっと俺たちネズミじゃないぞ。目が悪いなら病院に行ったら。そんなわけあるかい。そういう意味じゃないわよ。バカにされてるのよ。おい、そこをどけ。私たちはビネガーパレスに行く。そんなに怖い顔をするな。心配しなくてもここでお前たちと戦う気はない。どういうことでごわす。ビネガー様。ビネガー様からの伝言だ。てかここに来てるのバレバレなんだけど。そうですね、ビネガーパレスの門は開けておきますので。はい、私を倒したかったらいつでも入ってくださいね。すげえ余裕じゃない。ここまで来れたらですが。うひゃ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 。以上です。今のどうなってたんだよ。あ、モノマネだったんだね。本人かと思った。フルボイスじゃないのが悔やまれるの。そういうこと言わないの。要件は済んだ。それでは失礼する。な、どう思う。罠に違いない。やったねってどういうことだこれ。罠に違いないでしょこれ。普通に考えたらそうじゃろうな。完全完璧に勝てる。罠だとしても関係ない。ビネガーを倒すだけだ。そうだな、他に道はない。チャップの言う通りだ。ビネガーを倒し奴の野望を止める。電脳城塞ライセンス、ランダムダンジョン、電脳城塞ビネガーパレスを攻略できる。おっしゃー。っていうかこれをゲットしないとそもそもいけないんですかね、ライセンス。ということで、まあ準備することもないので、っていうかお金がないので。あ、ビネガーと戦うことになるんだね。ビネガーはファイター系らしい。なるほど。出発。いよいよ最終決戦だな。千倍返し、百倍返し、千倍返し、これなんかのドラマであったな。千倍返しだ。ビネガー、やつだけは必ず私たちの手で。よし、チャップも準備はいいな。めっちゃブルってる。怒ったぞ。ちょっとチャップ。いっちゃった。おーい、チャップさん待つでごわす。なぬ、わしも行くぞ。待ってくれ。行くぞ。俺たちも行くぞ。おー、すごいね、ここ。さて、では中入りますか。ああ、奥の部屋ね。せっかくあのなんか最強の武器、ああもういきなりこっち来ちゃった。いきなり次の部屋行ける。なんか伝説のこれじゃなくて、これでもなくて、これでもなくて、なかなか出てこないな。これでもないな、これでもないな。あ、これだ。多分これビネガーに結構ダメージ入ると思うから、これちょっと基本的。ああ、行き止まり。うん、敵パトローラー。じゃあ戦っていくか。おら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 。
やばい、この武器強え。一瞬でやっつけた。なるほどなるほど。ここねちょっとモンスターは出てこないんだけど、パトローラーみたいな、ああモンスター出てる、もしかして。あ、なんかいる。ああ、やべ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 、なんだよこの罠。踊りまくり。ついてしまった。何の武器でいこう。これでいくか。まずは基本的には、おやおや、ここまで来ましたか。思っていたよりも楽しませてくれそうですね。追い詰めたぞ。怒ったぞ。はい、どこかでお会いしましたか。いちいち虫けらの顔を覚えているはずがないでしょう。ですがあなた方は諦めが悪いようですね。特別に私自身の手で始末してあげましょう。どこで戦うんだろう。この力を使うのは久しぶりです。ビネガーカーン、そういう名前だったんだ。いや嘘、ちょっと武器あっち強そうじゃん、めっちゃここで戦うんだ。もう部屋めちゃくちゃになると思うけど、おらー、ちょっと待ってよ、ちょっとカウンター決めたいな。この武器ね、 X ボタンカウンターなんだけど、ちょっとカウンター難しいなと思うんだよな。皆さん出番です。カウンターダメだった、決まんなかった。さあちょっと武器変えるか。あれ武器変わんない、おかしいな。あ、武器もしかして変えられないのか。さあちょっとちょっと、うん、こいつらをやっつけるか。おら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 、よっしゃー。あとこいつゴースト、よっしゃータイムイズマネー。おおおおお、ふっ、ゴミはいりませんね。うん、ちょっとまずいかなこれ。タイムイズマネー、 X ボタン。今カウンター決まったのかな。うわー、バイキン玉強え。回復回復、ちょっと待って、よし回復したぞ。したらちょっとこいつらやっつけるか。おらおら、よっしゃ。ちょっとバイキン玉強いねこれ。うーわー、残念ながら武器は変えられないみたい。ゴミはいりませんね。回復、よっしゃ。ちょっと強いなやっぱり。ゴミはいりません。あ、ちょっとバイキン玉やめよう。うわうわわわわわわお、皆さん出番ですよ。X ボタン、もうちょっと。あー味方やれた、味方復活。あー、ゴミはいりません。よし、ちょっとアイテム結構使っちゃったけど大丈夫かなこれ。ほらバイキン玉近づいてくんだね。うわー、おっほ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 、本気になったんだ。でもあともう少しやっつけることできるよこの野郎。よっしゃ、いったー。
油断するな。何か様子がおかしいぞ。もうぜいぜい言ってんじゃん。なんだよ、せめてドラゴンになろうよ。ドラゴン、ダークドラゴンナイトなんでしょ。やばい、これちょっと醜悪すぎ。うわー、ちょっと、うおっと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 、今ようよけたわ。今ようよけたけど、完全に勘でよけたんだよね。バイキンダーマー、バイキンダーマー、ほい。これはね、行っちゃうともう味方がまずいと思う、これ。おらおらおら、ほい、お、まずい、避けて、ほい、あー、くそー、まぜまぜまぜまずい、いいぞ。ちょ、ビンさんとまたまずいことになってる。うーん、うわ、ちょっと待てよ、待て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 、うーわ、ちょっと待て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 、なんだなんだ、肉肉すいすい、おい、吸われてる、もしかして。うわ、ビンさんとやられてる。うわー、やっぱピーターパンパンの方が良かったかな。復活、シルフィーもまずいことになってる。うっ、よし、もうこれしょうがない、隠すしかない。オッケー、うわ、近づけねえな、いって、うわ、立った、あれだ、ちょっとザコやっつけよう。おら、またあの突っ張りプリンっていう、あのブルーのナメクジみたいなやつをやっつけて。まだいる、まだいる、この野郎。オラオラオラ、レンダレンダ、よっしゃ、知った、ふっ、まだゴーストとかいるね。うわー、まだプリンもいるし。うわー、ビネガーやられてる、ビネガーじゃない、シルフィーもやられた、なんだこれ。あー、ちょっとビンさんとまずいかもしれない。うおー、力尽きてる、きついなこれ。ちょっとビンさんと外した方がいいな。うわー、ピノキオが結構意外に強いんだよね。しょうがない、ちょっと回復するしかない。じゃあ行くぜ。ちょっと武器が、おら、ふっ、おら、下がって、あ、また中へやろうとしてる。肉肉すいすい、これどうやって避けるんだろう。うおうおうおお、助けろ、お、助けた今。おら、次あのマウンテンゴリラやっつけよう。あー、やばい、回復、これ勝てっかな、勝てっかな。あー、ちょっと、うわー、うわー、ていっ、ふっ、おっ、避けて、満点ゴリラがやっつけることできない。うわー、シルフィー、いや、ちょっとシルフィー、まずい、まずい、助けないと。なんだなんだ、なんかやろうとしてる。お食事タイムってなって、うーわ、ちょっと待って、うわ、なんだと。ちょっと負けたんですけど。お、あ、そうか、チャップ、いや、もうちょっと早く来てほしかった。もうシルフィーやられちゃったんだけど。オッケー、ゲストだからチャップは何回やられても大丈夫だね。行くぜ、ちょっ
ちょっとピノキオもまずいことになってるけど、うわピノキオ強すぎだろ。ピノキオ、うわつはわやられたんですけど、いやちょっと強すぎたね、強すぎたんでちょっと対策を考えたんですけど、そうだね、装備がね変えました。まず体防御がこれつけていたんだけど、これを買いました。防御がねめちゃくちゃ上がったけどあのダサくなったっていうね、めちゃくちゃダサくなりました。あと装備強化とかできたりしないかな、ここら辺。あーちょっと無理っぽいね、この幻影の蹄鉄感じ難しいな。これ持ってないからレベル上げすることがそもそもできない。頭、あとはブローチ、これをつけて HP が超アップ、これしようか。うん、なるほど。あともうちょっとレベルを上げた方がいいかな。でちょっとメンバーもねもう変えますもん。ピーターパンパンの方が何気に強いので、ピーターパンパンにしました。これで次回はね、再チャレンジしてみたいなと思います。ということで今回はここでおしまいにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。